こんにちは。今日は2020年の7月の23日、ここは東京の赤坂です。よし、今日ね、この辺で仕事がありまして、本当はあの出かけないつもりだったんで、都知事からね、外出の自粛要請が出てから出かけないつもりだったんですけども、よくよく考えたら仕事があるんで出かけないわけいかないんで出かけたんですが、まあ、これから帰るんですけど、まあ別にもうどうせ帰るんだったら別にね、たまにはちょっと違うことやって泊まってから帰ってもいいだろうと思いまして、まあこう後ろにですね、まあ、たまたまホテル見つけたんで、これ全日空 ANA インターコンチネンタルホテル、全日空グループのホテルで一番の看板のホテルなんじゃないですか。全日空グループというのが、まあ、全日空とそれからインターコンチネンタルと、まあ、一緒にブランドを作ってるわけですけども、まあ、今日はねここに泊まろうかなと思うんですが、まだ特に予約しておりません。ここで見つけたからね、まあ、空いてるんじゃないかと思うんですが、ずっと4ヶ月ぐらいね外泊するということは基本的になかったわけですが、まあ、久々にいいだろうと思ってね、サルビアマルに泊まっただけですよね。今から電話かけてみようと思います。はい、お世話になります。今日これからですね、泊めていただきたいと思ってるんですが、できますでしょうか。はい、恐れ入ります。なんか難しそうだな。空いてないのかな。はい、もちろんです。もしかしたら私ホテルの前まで来ているんですけども、あ、なるほど、かしこまりました。じゃあ今からこのまま伺いますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。なんかね、今立て込んでるらしくて、すぐに予約できないみたいなんですけど、まあそのまんまじゃあちょっとホテルに行って入ってってもいいですかって言ったら、なんか立派な待合室みたいなのがあるのかわかんないですけど、部屋がありますんで、そこでお待ちいただけますみたいなのに言われたから、まあこのままホテルの中まで入ってっちゃおうと思います。できました。ちょっと廊下は静かにしておこうと思いますが、ここは23階です。23階に飛ばしてもらったんですけども、まあ、予約の時にですね、自慢してるみたいでちょっとなとも思いましたが、すいません、私全日空のダイヤモンド会員なんですけどもって言ったら、やっぱ言ってみるもんですね、得しましたよ。ダイヤモンド価格の割引料金でね、適用してもらったようですが、2311号室やったね、角部屋だ、ラッキーですね。残り物には服がある、多分この時間まで残ってたんだろうな。意外とね、結構たくさん泊まってる人がいます。いや、久しぶりだな、こういうの。まさに4ヶ月ぶり。もう徹底して消毒してくれてると思いますよ。いろんなところに消毒液置いてあるからね。お、なんか畳ある、畳、畳あるじゃん。え、広っ。こんないい香りするわ。びっくりだ。こんないい部屋なの。いや、やっぱりね、さすが世界のインターコンチネンタル感じがします。いや、すごい。このベッドのこの大きさからバーンと、うわ、すごいなと思うのに、まだこちらにこんなに、ね、余力を残してるわけですよ。もう場合によっちゃもうこれだけで一つぐらいの部屋分の大きさありますからね。で、最初にね、カウンター、まあ、チェックインのところで何と言ったかと言いますと、すいません、私ダイヤモンド会員なんですけども、これやると何かあるんでしょうかというふうに言ったらば、ダイヤモンド会員様の料金にご案内させていただきますというふうに言われたんですよ。で、ダイヤモンド会員の料金は2万1000円ぐらいだったんですよ。あ、なんかネットで調べた金額とそんなに変わらないなと思ったんですけども、どうもね、まあ、朝食が、なんかタダでついてくるか、まあ、なんかそれぐらいの値段になっていて、さらになんか無料でね、部屋もアップグレードしてもらいました。この部屋は通常の部屋の1段階上の、階層で、エグゼクティブルームってそういう名前がついてました。だからね、私が調べたエグゼクティブルームは素泊まりで2万4000円らしいんですけど、私は朝食付きで2万1000円で泊まってるから、まあ、実質タダで朝食がついてランクアップしたってことなのかな。まあ、いつもこうなのか分かんないですけどね、お客さんが少ないからやってくれてるのかなって気もするんですけど、これが赤坂、おお、いい景色じゃないか。東京タワーが見えて、素晴らしいです。いわゆるこう、まあ、窓ガラスは拭くと思うんですけど、あんまり、おーとか言うと、窓ガラスにね、私の飛沫がついて、コロナウイルスはこういうガラスのようなところでも、しばらくの間生存するわけです。もう本当ね、このいろんなところに、こと細かにも、これでもかというぐらいに、消毒用アルコールを置いてあったから、まあ、本当に気を使って掃除してんだろうなっていうのは、私は感じられますけどね。それからこちらですよね、ジャパニーズトラディショナルティーセットもありますよ。まあ、これダブルですからね、2人店員ということでこんな感じで2個置いてありますが、これはまあ後で使おうと思いますけど、すごいですよね、こんな鉄瓶じゃないですか、これ多分鉄でしょ。まあどうせ後で使うんだから持ってもいいやな。あ、重い、え、水入ってんのこれ。入ってない、水入ってなくてね。おお、結構重いな。これはさすがにね、カメラではなかなか皆さんにお伝えできないですけど、水入ってなくてこんな重いものをね置いてくれる、相当多分物はいいんだと思いますよ。南部鉄瓶っていうのは岩手県にあって、ね、私もちょっと触ったことありますけど、重かったもんね。
それからこちらの冷蔵庫ですけど、まあ、あのお金払うと利用できるミニバーだな。あんまり入ってないわこれは。まあこの音嫌いな人もいます、すみません。まあもしねそれがあの好きだったらば普通にあれで頼めばいいですもんね。お、こういう風にグラスセットもあるんだね。あんま不用意に触んないようにしようか。欲しかったらルームサービスで電話して頼めばいいですから。これないよ、この畳。これ何のためにあるの、何だろう。不思議ですけど畳だ。畳があるんですよ、この不思議な空間。何なんでしょうね、ダメだ、わからない。いろいろ気になるものはあります。続いてこちら木製だな、なんか日本的な、まあ、外国にも木はありますけど。あら、傘まであんの。これ初めて見た。インターコンチネンタルマークのついた傘ですけどね。へえ、それ初めて聞いた。おーおーおお、こんなのもあるわ。これあれじゃないですか、あの竹のあれを上を踏むやつね。ジャパニーズトラディショナルフットマッサージャーって書いてある。へえ、こんな面白いのもあるんだ。これね、あのふみふみしてマッサージしたいところなんですけど、ちょっとただな、なんかまあいや、あの私は構わないですけど、なんかあとで掃除する人が、いやいいわ別に、金払ってんだから。これマッサージしますか。竹ゲット。おお、なんかこれ面白いですね。じゃちょっとここら辺のあの杏仁豆腐みたいな椅子に座ってですね、よし、フットマッサージャーを設置。この上を歩けばいいわけですよね。よいしょ。おーおーおお、あ、結構いいですね。あ、これがあのジャパニーズトラディショナルフットマッサージャーですよね。世界の皆さん、あの来年実施する東京五輪の売りにはですね、あのぜひインターコンチネンタルであのジャパニーズトラディショナル、ジャパニーズトラディショナル、フットマッサージャーエクスペリエンスをなさってくださいね。これ結構はまるな。あ、いいな、面白いな。何、東京タワーバックにこんなことやってバカだと思われるでしょうけど、いや楽しい。いくらでも踏めちゃうな。夜の9時半です。あのホテルのレストランとかに行こうかなと思ったんですけど、残念ながらあのコロナウイルスの関係でちょっと早めにね閉めるということ。まあそれもしょうがないですね。ちょっとなんか買いに行ってくるか。ただね、その前にもうちょっとこの部屋を全部見ときたいわ。まず部屋の明かりを、まあ明かりは大概ねこういうところで枕元で全部操作できるんですけど、全部おしゃ真っ暗になるだろう。よし、暗くなったところで東京の素晴らしい夜景をご覧になってください。綺麗だね。多分なんですけど、こっちが虎ノ門とかそういう方面、虎ノ門ヒルズっていう駅が最近できましたよね。まだ利用しておりません。で、これがまあ浜松町とか芝とかそういう方面で、前方さらに遠くにはお台場のタワーマンションですかね。なんかそういうのも見えます。そしてすぐ目の前のこの建物ですが、これはホテルオークラの別館ですね。今は別館しかなくて、本館は建てている途中だったかな。もう本館できたのかな。ここにホテルオークラありますけど、あ、できたんだ。オリンピックの関係でね、やっぱり建物が2つあった方がいいでしょうから、それに間に合わせて作りますよね。東京の光景はもう本当にいろいろなところで変わります。2つのホテルオークラの建物。まあ、それからこっちの方は、ちょっとこの建物がね、具体的に何なのか私は知らないんですが、六本木ヒルズはこれではないはずですけど、あの森タワーと書いてあります。東京に住んでて六本木周辺で仕事してる方だとね、森タワー、森ビルっていう言葉を使うと思うんですが、まあ、私もね、あのここ2、3年で知ったんですけど、実はあの東京でよく聞く森ビルというのは、いっぱいいろんなところにあるんですよね。あれも森ビルなんですけど、またこちらも森ビル、もう森ビルばっかりですよ、港区は。ほらね、こっちも森ビル、森と書いてあります。六本木ヒルズの森ビルが有名ですけれど、別にそれだけではありません。いやでもいいな、こんな素晴らしい角部屋に。一泊2万円一人で、まあちょっと高いっちゃ高いですけどね。それでも高級ホテルに泊まってんだから、2万円はしょうがない。それでも普通の一人はね、多分、3、4000円ぐらいお安くなってるんですよ。結構な値引き率ですよ。受付の方がね、ダイヤモンド会員の方専用の、お値段でというふうにおっしゃってたから、ダイヤモンド、プラチナ、それからブロンズと、まあ、全日空の、プレミアム会員、上級会員の人たちは、何らかの割引を受けられるようなんですけども、その扱いもちょっと違うのかもしれませんね。お、ちょっと待ってたらね、夜10時になったら東京タワーの色が変わりましたよ。コロナウイルスとかが全く関係のない頃にね、あんな色にライトアップした、あのオリジナルの東京タワーのカラーがいいのにね、そんなようなことを言った記憶がありますが、どうも医療従事者とかね、大変な思いをしている中、頑張っている方々へのお礼の意味を込めて、あのような東京タワーの色にしているんだそうです。だからあんまり私もね、こういう好き勝手なことは言えませんよ。
まあ、東京タワーだけではなくて、このインターコンチネンタルで働いている人も、今日ここまで私を送ってくれたタクシーの運転手さんもね、まあ、みんな頑張ってくれてるわけです。まあ、私も今日は仕事をしましたが。で、お腹が減ってるわけですけども、まあ、食事はね、外で食べに行く、まあ、食べに行くというか、買いに行くんでいいかなと思ってはいたんですが、まあ、夜の街関連がね、危ないということも言うし、六本木っつったらね、もう前渋谷まで自転車で行った時に、深夜2時とかでも、いっぱいマスクしないで騒いでる人がいて、ちょっと嫌だったんで、ルームサービス、夜の11時までって書いてるから、やってるといいんだけどな。ちょっとルームサービスに電話して、それで食べちゃおう。お世話になります。ルームサービスは今の時間でも大丈夫でしょうか？ありがとうございます。はい。はい、30分でしたら大丈夫です。ありがとうございます。それではですね、まずパスタをお願いしたいんですけども、ペペロンチーノがありますね。これをお願いします。そうですね。はい、それから、海鮮サラダをお願いします。はい、ではこれはフレンチでお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。あ、はい。はい、わかりました。お待ちしております。はい、失礼いたします。これ切れたのかな？切れたのかわかんないんですけど、まあ、多分切れただろうな。これが全部ルームサービスの人がね、こっちが切らないから悪いとか言って、切らずにあのまんまにしといて、私がここでブツブツ喋ってるのが全部ルームサービスに筒抜けになったら面白いですけど、ペペロンチーノと野菜サラダを頼みました。ちなみに、まあ高級ホテルのルームサービスですからね、海鮮サラダ2600円、それから、パスタペペロンチーノを頼みました。2600円、2つで5200円プラス税なので、6000円ぐらいですかね。ここ数日ね、もう死ぬほど忙しくて、もう家でなんか日の丸弁当とかね、ハムをご飯に乗っけて食べるとか、もうそんな生活しかしてなかったから、まあ一生それに比べりゃ、それからね、肝心のお風呂場なども、おなんか温泉みたいによく掃除されてる匂いがする。まあ風呂場そのものはね、うわ、これが風呂場なのか、そういうのはないですけど、でも、オリジナルブランドの持ち帰り可能なこういうやつもあるな。私よくわかんないですけど、一応持って帰っておきますか。まあ、なんかね、まともに使わないで持って帰ることばっかり考えてしまうのが結局貧乏症と言いますか。まあまあこういうのもある。まあこれ、こんな感じでいいですね。ありまーすということですが、綺麗に清潔、新しい感じがします。それから海外のホテルはね、基本的になんかそういう傾向があるのかなと思うんですけど、あ、ダメだ。もう全然、これは扱いが止まらないので、やめとこう、壊しちゃったらよくないですからね。なんでか知らないけど、お風呂がね、客室からこう中がこう透けて見えるような構造をしてますよね。これなんでなんでしょうね。お風呂入ってんのなんか見せびらかしたいみたいな、そういうのがあるわけじゃないと思うんですけど。お、なんだこれは。これね、鏡がここにあるんですけど、この鏡のところにスイッチがあるのは押すと、おお、こんなんできんの。なんか YouTube 用の照明みたいな感じですね。あ、なるほど。これで顔を明るくして、メイクとかがどうなってるのか分かるようにするってことだな。へえ。なんか漫画の主人公みたいな目になりますね、この鏡を見ると。じゃあルームサービスが来るまではね、お茶を入れて待っとこうと思います。インターコンチネンタル水があるからね。これどこの水だとかどっか書いてあんのかな。裏に採水池がだいたい富山県黒部市、あー黒部ダムの立山の麓の水を使ってるんですね。大変な険しい自然から水を運んできてるみたいです。よし、お湯が沸くまでの間はもうちょっと仕事しとかないとな。営業の仕事がね、こういう風にあるんですよ。いろいろこういうことやってるの面白いでしょ、これ。こんぐらいだったら別に見せても大丈夫だな。お茶はどこなのかなと思う。多分これでしょうね。これだ。これだよ。これは、お茶はタダなんだよね、多分ね。これはね、多分食べるとお金かかるやつなんですけど。いろいろあるな。リプトン。ウーロン茶。から、緑茶。これコーヒーか。カフェインがないのはこれですけど、ちょっとカフェインがね、あると眠れなくなっちゃうんで、これにすっか。じゃあ、あんまコーヒーって飲まないけどな。とりあえず取っちゃったんで、これは使いますが、でも鉄瓶を使いたい。別に鉄瓶でコーヒー作ってもいいですよね。洗い物も迷惑にはならないと思うんだよな。ならないでしょ。これはちょっとこちらへどかしておきますか。今はいらないからね。でもやっぱダメですね。世界のゲストに日本の良さを知ってもらおうと、そういう目的でおそらくは置いている、こんな立派な鉄瓶なんですから、やっぱり日本の良さが分かるような味でなければいけないような気がする。緑茶は明日の朝のために入れることにして、今夜はカフェインレスのコーヒーにしよう。こんぐらいでいいでしょ。水 500ml 沸かしましたからね。まあこれでいいんじゃないですか。で、これでまずお茶を作って、できたやつは全部ここに置いて冷まして明日飲めばいいかな。そしたら渋くならないでしょう。お湯が思いのほか足りなくなってしまったんで、追加で慌てて継ぎ足します。
多少ぬるくてもいいでしょ、そんぐらいの方が緑茶美味しいらしいから。ちょうどね、お茶が入ったところでルームサービスを持ってきてくれました。すごい早かった。3、40分ぐらいかかるって電話でおっしゃってたけど、30分と多分かかってないんじゃないかな。まあやっぱり長めに行っとくもんですよね。不慮の事態があるかもしれませんしね。これが注文したさっきの、ペペロンチーノとそれから海鮮サラダ。やっぱり値段がしっかりするだけあってかなり美味しそうです。ラップも溶いてみましたけど、いやすごい美味しそう。いい匂いがしますよ。ペペロンチーノってこんなにいっぱい具沢山なんですか。すごいな。エビタコ、真ん中のこれはなんかタイみたいなやつですかね。金目鯛に見えるけど違うんだろうな。エビエビ、これは鮭かな。こんなにいろいろあるのすごいね。これもまたすごいな。へえ。立派なもんなかなか普段食べませんからね。いやー今日は素晴らしい日だね。こんな立派な食事いつ以来かしら。立派な食事ってのはどこでもできるもんじゃないからね。だから機会が本当に限られますよ。まあうんちくとか喋らなくてもいいわ。さっさと食べよう。こんな立派なお食事セットも、まあそれはお食事セットがないと食べられないわけですが、この大きさでいいのかな。この間なんかアメリカ人からコメント来て、どうやったらこんな容疑悪い食い方できるんだみたいな書いてあったから、そんなわざわざ英語でコメントされるぐらいかもうちょっと気をつけないとなと思ったもんですけど、本場はナイフとフォークで食べるらしいんですが、あ、そうそう、ナイフとスプーンで食べるらしいんですけど、ナイフと、フォークか。でもね、ちょっとあのこれでやっぱ食べましょうね。中にもなんか具材が入ってるみたいだな。ムール貝みたいなのもあるわ。これ具から食べますか。おいしいわ。当たり前ですけど。焼いてから入れてるみたいだな。味は薄めでお好みに合わせて塩をかけて食べればいいみたいですね。塩分は控えることにするんですけど、たまにちょっとぐらい塩かけてもいいですかね。難しいけどな。ほんのちょっとでいいんだ、かけるの。それだけでも味変わりますもんね。魚と一緒に食べよう。こんな大きなお魚が当たり前のように入っていて、いつもの貧乏人というか、あの庶民派スパゲッティの食べ方でいうと先に麺がなくなってしまいそうだ。ほんとすごいな。もうこのまま食べちゃおう。うん、ビーフステーキを口に含んだかのような食べ応えだ。今度はまあまあまあいいかな。よし、じゃあ食べます。食べますだって。ペペロンチーノってニンニクの香りしかしないのかなと思ったんですけど、すごいいろんな食べ物の香りがする。工程に手間がかかってるんでしょうね。きちんと皆さんにエビを映さずに食べちゃいましたけど、問題ありませんよ。あの、いっぱいありますからね、こんな大きなエビ。食べても食べてもなくなりません。ついついね、一気にたくさん食べたくなっちゃうんですけど、少しずつね。それが多分テーブルマナーの基本みたいなとこあるんでしょう。それからね、今度はこれはタコですが、こんなのまで入ってる。本当にもうなんかシーフード何でもござるって感じだな。こっちもシーフード、両方シーフードシーフードにしてしまった。私はシーフードが好きみたいですけど、あの西洋人はタコなんか食べないって話を聞いたんでね、インターコンチネンタルっていうそんな世界的なあのところで、タコが出るの不思議と思ったんですけど、よく考えたらイタリア行った時も普通にみんなタコ食べてましたわな。すごい弾力がありますわ。これもビーフステーキを口に含んだような感じだ。やっぱ開けましょうね。開けると高級感が違います。これなんかタイみたいなやつだな。タコだったわ。全然違う。それからね、水も美味しいですね。うちで飲んでる水道水とは違うわ。いつももう家でも水道水ばっか飲んで、あの氷も入れてないんですけど、氷入ってるから美味しいって話だけど、水も美味しいやつ使ってんでしょうね。鮭も美味しい。じゃあそろそろサラダの方行きますか。ドレッシングはなぜかのイタリアンドレッシングはなかったんで、
フレンチで注文してみましたが、こういう感じでいいのかな。全体に。あ、もう全部かけるとすごいなんか味が濃くなるかもしれないから、このぐらいとりあえずやめといて。かなりかけすぎたかもしれませんが。すごいな。やっぱコンビニのサラダとは違いますもんね。まず具材が多い。あ、落ちちゃった。まあいいや。レタスでしょ。それから、さやえんどうかな。えんどう豆みたいなやつと。それから、まあこれはイカですかね。こうお刺身か、まあ、食べてみればわかる。あのね、イカだったんですよ。で、まあそうなんですけど、このフレンチドレッシングも美味しいですね。フレンチドレッシングってこんな、香り豊かなんですね。あんまパッとしないドレッシングみたいなイメージあったけど、やっぱホテルのルームサービスって私好きなんですよ。まあ、結構高いけど、あのとんでもなく、まあ、なんか一回食事するのに何万もするような食事もあるじゃないですか、コース料理みたいね。まあそこまで行かなくてもね、もう十分高級感がたっぷりあって、こんなすごい装いでね、こう持ち運ばれてきて日常感味わうにはね、もう最高。ホテルのルームサービスおすすめですよ。まあ、結局どうも私が見た限り、この中に入ってるいわゆるシーフードはですね、エビでしょ、カニ、タコ、ブール貝、それから多分鮭と、それからまあタイみたいな、タイじゃないと思うんですけど、タイなのかな、そういうのが入ってて、6種類も入ってんだな、すごいね。もしもし、お世話になっております。あの先ほどですね、何でしたっけ、ルームサービスお持ちいただいたんですけども、あのそれを食器をあのお返しするのはどうしておけばよろしいでしょうか。はい、ではよろしくお願いします。はい、あともう一点ごめんなさい、お伺いしたいんですけど、あの朝食付きであのお願いしてて、明日の朝もまたお持ちいただければと思うんですが、あ、じゃあごめんなさい、あのそれですね、あのそこに置いてあるあの朝食のメニューに、あのこれにあのまあなんかどれでも好きなのを選んで、あのかけておけばよろしいんでしょうか。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。はい、失礼します。それですね、夕飯も全部食べ終わったわけですが、今午前0時4分ですけど、まあ、0時をちょっと過ぎるぐらいの頃までに、明朝の朝ごはんの支度、まあ、支度というか、ね、注文をしておいてくださいねということになっております。あの基本的にルームサービスは24時間で、なんか食事を持っていて来ていただくのもなんか24時間大丈夫とか、そんな風な話を聞いたんですけど、あのコロナウイルスの関係なのか分かりませんが、あの朝食は下の立派な朝食会場で食べるか、そこでビュッフェ形式になるか、まあ、部屋のルームサービスがどっちかということで、まあ、絶対ルームサービスの方がいいですね。ルームサービスにするんですが、いろいろあるのは、コンチネンタルブレックファスト、これよく聞くやつですね、大陸式朝ごはんってこと。でそれからね、あの他にね、目を引くものとして、インターコンチネンタルブレックファストってなんですよ。まずコンチネンタルブレックファストって何なのかって話なんですけど、これはですね、もともとヨーロッパ発祥のやつで、多分あの火を通さない朝ごはんなんじゃないかな。ジュース、それからパンと、まあ、あとはなんか穀物とですね、まあ、なんか牛乳とか飲み物とかの作ってことですが、あとなんかパンとかサラダとかでね、火が通さないようなやつしかない。で、インターコンチネンタルブレックファストってのは何だと、やっぱここオリジナルのものらしいんですけども、どうもね、通常のコンチネンタルブレックファストに火を通す、もう一個プラス、食べ物がつきまして、あ、なんか一個じゃないのかな、ベーコンとかチキンソーセージとかね、ありますけど、卵料理とか、あのこういう付け合わせとか、そういうのが追加でつくような食べ物がですね、あのインターコンチネンタルのインターコンチネンタルブレックファスト、まあ、独自の商品なのかなと思います。まあ、その特別なあのすごい変わった方式ではないと思いますけどね。それからヘルシーブレックファストザスパって書いてある。これジュースとヨーグルトと、あとは卵2個のホワイトオムレツ、ホワイトオムレツか、黄身がないんだ。フレッシュアボカド、アスパラガス、ほうれん草とリコッタチーズのサラダ、くるみドレッシング。おー、なんか不思議な感じのですね、健康志向なんで、まあこれにしなくてもいいでしょう。それから和定食、これいいな、トラディショナルジャパニーズブレックファスト、トラディショナルジャパニーズがね、このホテルにはいろいろなところにあって嬉しいですね。面白いですね、インターコンチネンタルの多分世界共通の表記なんだと思いますけど、ローカルオリジンズ、これですね。郷土料理、最高級の地元の食材をお楽しみいただけるとっておきのお品ですとかね、ワールドキッチンって書いてあります。私たちのグローバルネットワークを通じて、世界の人気のメニューをオリジナルの通りに再現した一品です。まあ、他にもね、こういうふうにあのベジタリアンの方はどうこうとかね、グルテンフリーとかビーガン、まあビーガンとベジタリアンっていうのはあのちょっと違うというか、ビーガンの方がよりきついわけですけども、ベジタリアンの方でもコンチネンタルブレックファーストとかね、お食べになればあの大丈夫ですよとかね、これにはあの豚肉がついてますか、まあ、さすがもう世界もういろんなところにですね出しているチェーンのインターコンチネンタルですから、そういうところは配慮が十分ですね。でこれ和定食の脇のところにね、人がなんかこう軽やかに舞ってるようなのがある。これは何だろうなと思ったら、まあ、軽食ということです。これ何なんでしょうね。あの日本の名物料理がですね、あのローカルオリジンがあのここにあるというようなこと書いてあります。まだ他にもねメニューはあるんですよ。このヨーグルトとかね、オートミールとか、私ちょっとオートミールはあんま得意じゃないですけど、やっぱいい値段しますけどね。
それからね、サイドメニュー、アジア料理ってのもあるんだな。これは多分朝食とか関係なく追加で頼むやつだと思うんで、頼むとまたさっき払ったのとは別のお金かかるのかな。まあ別に食べたければ頼んでもいいんですけど、朝食はつまりコンチネンタルか、卵とかソーセージとかがついているかもしれない。まあ、選べるわけですけど、インターコンチネンタルか、もしくは和食か健康志向ってことだな。じゃあ和食だな。というのはね、うち、食べきれなくて、ラップして冷蔵庫にしまったらハムが余ってますんで、ワンセット、どうしてもいいんで、まあ、じゃあ日本人だから一食にしとこう。これでいいのか？これだけでいいの？わかるかな？なんか丸しといてあげようかな。これはもよりわかりやすくなったんじゃないですか？ご注文、時間ね。明日は、4月の、別に日本人のホテルなんですから、日本の書き方でいいでしょう。24日、オリンピックの本来開会式だった日ですね。もう本当だったら今日このホテルもね、すごい混んでたんじゃないかと思うんですけど、客室番号は2311。よし、OK。まあ和食がこの中ではね、一番値段も高いですから、ただで食べられるのかな？これで出るときにお金かかりますとか言われるのかな？そんなことないと思うんですよね。朝食代払ったんだから。多分。ダイヤモンド会員だから朝食タダで食わしてくれるってことなんだな。これであとは回収して明日の朝、あれ私時間指定しましたっけ？しなかったよね確か。あ、してないわ。危ない危ない危ない。ちょっとまだ仕事があるね。もうどうせこんなのもう寝坊するに決まってんだから8時45分にしとこう。一番遅い時間ね。お、午前0時になると東京タワーが消えるんですね。なんか明るいように見えるかもしれませんが、これはカメラで補正されているだけで、今午前0時半頃です。東京タワーの方はもうすっかり暗くなりましたが、一方で、この間開業した銀座線、失礼、日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅のあたりですけど、まだ地上ではね、このように工事をしています。確か環状2号桜田通りどっかその辺じゃなかったかなと思いますけどね。いや、まだまだ地上の部分の工事はかなり長く続くんですね。じゃあこれで、歯を磨きに行くわけですけど、面白いですよね。靴は脱いだ方がいいのかな。逃げるでしょ、多分。上がんないのかな。これで、もったいないけどな、使い捨て歯ブラシ、開けちゃいましょう。うちから持ってくればよかったんだけど、止まるつもりなかったから何も持ってこなかった。あ、でもね、今の映像を撮ってみてなんか分かりましたけど、この部屋はまあすごい広いのは広いんですが、あそこにあるあの仕切りを撮るともっとすごく広く感じるわけですよ。まあ、やっぱりね、多分あれがあることによって部屋がすごい広く見える開放的な気分になる。まあ、それはね、一個ありかもしれないな。さて、そしたらですね、仕事も全部終わりまして、今ね、1時40分なんですけど、ちょっと外のところへ行ってみよう。もしかするとってか、まあ、まず間違いないと思うんですけど、多分ね、ないわ。回収してってくれたんですね。だから明日の朝、私のところに朝ごはんが届くのは確実となりました。あれ、何時って言ったっけ、忘れちゃった。あ、自分の映像見りゃいいんだ。で、寝るんですけど、このベッドはあれかな、どういうサイズかってのちょっと見てみようと思うんですが、私の身長がギリギリはみ出ないから、多分クイーンベッド、ちょっと大きいやつかな。180センチぐらいの横幅なんでね。確かにキングベッドだとね、ほぼ横幅も2メーターって感じなんで、そこまでは大きくないですから。ダブルベッドにもなんかクイーンとかキングとかいろいろあるんですよね。ここの電気は、あ、これは、あ、目覚ましか。ちょっと難しいけどな。このダイヤルを回すと時間がセットできるらしい。明日は8時45分に朝食が来るってことなんで、45分から9時までだったら、まあ普通に考えたら8時45分に起きますね。これでいいの？心配だ。多分これでできたでしょう。スリープっての押しとくか。これ今私は寝ますみたいな意思表示になったかどうか知りません。よし、チェックアウトは11時。まだまだ時間はあるぞ。いいですね。じゃあおやすみなさい。東京の夜景がちらりと見えます。
はい、おはようございます。止まった。8時45分です。朝ごはん持ってきてくれるの待ちましょう。このままでは二度寝しそうだけど、まあ大丈夫でしょう。ちょっとよくかかっておけば寝ちゃわないようになると思います。ぐっすり寝ました。外でね、食器のカチャンカチャンって音が聞こえたから、まあ随分簡単でしたけどね。ほら、立派なお重が届きました。あ、いいじゃないですか。これと、それからこれがご飯だな。これ軽食って感じじゃないけどね。もっとみんながっつり朝から食べるのかな。いや、もう随分立派ですけど、これで軽食なんて随分謙遜気味ですね。お、これはなんかフリーズドライなのか。いいですね、私の好物のこんにゃく。これが味噌汁なんだろうな、あったかいですからね。ちょっと注ぎますけども、味噌汁だよな、これ。あ、味噌汁だ。あ、ちゃんと一杯分にあって、あらかじめ振ってから出してもよかったけど、でも大丈夫、しっかりしたお味噌汁ができました。海苔もかなり豪華だ。でそれからね、これですけど、まあ、おばんざいっていうのか知りませんが、まあ、京都じゃないですけど、あの小松菜と、まあ、見りゃ分かりますけどね、私が見て分かんなかったら皆さんも分かると思うけど、このさつまいもいいですね。これビタミン C みたいなのまであるし、美味しそうだなこれね。あ、この明太子付きのこの卵もいいじゃないですか。いや、これ美味しそうだ。ご飯もなんか極端に多いわけでもないけど、でもたっぷり食べられますよ。これなんですけどね、時に気になるのは、あのさっきね、まあ、部屋のあそこからあのルームサービスの人がこう来て、でこれ中も入って持ってきていいですかとか聞かれるんですよ。で、あの部屋のここまであの持ってきてもらう、まあ、さっきあそこに置いてもらったのを私こっちでまたさらに移動させたんですけど、でその時にね、まあ、あのサインをするんですよ。でそのサインに、まあ、あの金額が書いてあって、まあ、それであの部屋付けということにしてね、後で帰る時にそれでまたお金をあの帰りに精算するわけですが、あのただ、まあ、今回はあれですよね、あのもう部屋付けっていうか、あのこれはもう朝食付きで頼んであるわけですから、別にそんなあのサインとかいらないんじゃないのと思ったんですけど、やっぱいるのかな。朝食ちゃんと確かにいただきましたってことは、でもね、それ金額が入ってたから、あのこれ後で精算してくするときはあのタダにしてくれるってことなんですよね、多分ね。そうだと思うんですよ。あのまあ美味しいものを食べるんだからね、あのそれお金払うのは当たり前のことなんですけど、それは構わないんだけど、でもあの朝食代をもうすでに払ったのに、もう一回二重で朝食代払うのはなんかそっちもったいないことですからね、あのチェックアウトの時に注意しておこうと思います。じゃあ食べるか。こんな、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、あのしゃもじもついてるしね。これ3300円ならね、多分ね、あのまあ比べるのもあれですけど、ホテルオークラのやつよりは安いかな。まあ金額のことしか私は分かんないんですけどね、あの豪華で美味しそうな朝ごはんは全部一緒に見えますんで、じゃあ金額が安い方がお買い得に見えるんですが、あのこれインターネットコンチネンタルのやつね。でここの大倉の別館で食べた時もルームサービスのやつ持ってきてもらったんですけど、なんか4600円ぐらいしたかな、あの時は。この立派な箸は使い捨てなのかな、すごい軽いですね。そっちに持って帰ってまだ使えそうだけど、うちにはうちの箸がありますんで、ね、うちで使ってる箸よりこの1回の使い捨ての箸の方がなんか高そうだけどな。こう美味しそうですよね。卵と明太子のやつ、中になんかネギかなんか入ってるみたいですけど、うんうん、あ、美味しい美味しい。意外と味が濃かった。これご飯も美味しいからね、どんどんなくなりそうだ。まだな、こんにゃくが多いですね。これ煮物にもこんにゃく入ってるし、ちょっと辛く味付けしたこんにゃくもあって、よく辛く、あの噛んで食べますけど、インターコンチネンタルはこんにゃく推しなのかな。こんにゃくが本当に多いな。あと気になるのはやっぱ味噌汁ですよね。味噌汁がどれぐらいうまいか、まあ絶対美味しいと思うんですけど、すごい海苔の香りがするわ。あらかじめ入っていた海苔でもこんなに美味しそうな匂いになるんですね。これ海苔ですよ。これデラックス海苔、緑色の海苔だ、黒じゃないです。うん、海苔の味がする。当たり前のようですけど、海苔の味ってあんま感じないですよね、普段ね。あ、美味しい。具沢山になりました。あのお湯で増えましたんで、うん、奥行きを感じる味だ。あんまり味付けが濃くないのもいいわ。塩味が濃くないけど、だしの味が濃いですね。あとこの卵なんですけども、もともとね、まあまあ味がついてるんですが、せっかく大根おろしがあって、ここに醤油らしきものもついてるんで、ちょっとだけかけよう。醤油の風味も好きなんですね、塩味だけじゃなくて。
これ醤油でしょ。これ出てきたのが全然違うものだったらビビりますけど。おお、結構少ないんだな。1回の量に調整してくれてるみたい。美味しそうでしょ。よいしょ。いいっすよね。お醤油が垂れちゃったけど、よかった、ソファーじゃなくて足に垂れただけだった。さつまいもはどういう味付けなのかな。うちでもね、うちの母があのさつまいもをオレンジジュースであの煮たやつをたまに作ってくれましたけど、あ、そんな感じの味だわ。まあオレンジジュースに似たわけじゃないと思いますけど、爽やかな味がする。で、もうお風呂もですね、入りまして全部終わったんで、まあこれはあの中に戻しとこうかなと思ったんですけど、使い終わったことがね、分かるようにしといた方が、あの消毒とかの時にいいかなと。この前に置いとくことにします。まああらかたいいかな。ここら辺は中に入れるよりここで掃除してもらった方がね、掃除も楽でしょう。石鹸とかハンドクリームみたいなのはたまには使ってみるか。ジメジメした日本ですけど、別に持って帰ってもいいでしょう。こんぐらい持って帰ろうね。石鹸とか最近もう多くあって困ることはないから。今ね、重大なことに気づいたんですけど、これ多分ね、まあこれあの領収書みたいななんかわかんないチェックイン表なんですが、裏側のところに朝食の案内があって、で朝は下のカフェ2階のところで食べるか、もしくはルームサービスの24時間対応のやつで、まあ、食べてくださいということになってるんですけど、インターコンチネンタル BF って書いてあるんですよね。これ要するにインターコンチネンタルブレックファストがタダになりますよってことで、これ朝食券だったのかな、もしかして。いやでもないと思うんだけどな。大丈夫だと思うんだけど、もしかしてこれあれか、和食は対象外だったのか。でもそんなこと聞いてないから別に大丈夫ですよね。ちなみにですね、あのこれまだ関係ないですけど、ここ IHG リワーズ番号って書いてありますが、あのインターコンチネンタルホテルもあのまた会員登録制度がありまして、でなんかあの全日空もね、年間にあの何万マイルとか乗るとあの上級会員ダイヤモンドとかにしてくれるわけですけど、インターコンチネンタルもね、なんか10回泊まるとゴールドとか40回泊まるとプラチナとかあるんで、40回って出張で全部インターコンチネンタルにしないと泊まりきれないと思いますけど。いや、しかしやっぱ久々にね、自分ちと違うようなところに行くといいもんですね。ずっともう一箇所に引きこもってばっかりでしたから、場所が変わるっていうだけでも旅行気分ですよ、本当に。まあ惜しむべきは東京都民ですんでね、しかもここ東京都内ですから、 GoTo キャンペーンの対象外であるということで、残念ながらあのこれがね、他の他の道府県であれば21,600円がまあ大体 35% 引きでしょ。ちょっと惜しいなとは思うんですが、まあそれは仕方ない。東京は東京で、もうよそから東京に旅行なんかもうほとんどあの来るなみたいな感じに今なってますから、まあ来てもいいと思うんですけど、東京都民に限定された限られた都心をですね、贅沢に今後もある程度楽しんでいこうと思います。オリンピックやるはずだったのがもう超ドーナツ現象になっちゃってね、ガラガラですよ都心は。鍵物だ、忘れ物なし、ないよな、ないことを確認してからなしって言うんだけどね。高層客室専用エレベーターみたいな、そういうのがあるんですけども、21階よりも上しかこのエレベーター止まらないんですが、上の方のこのラウンジとか、まあ、それからあのレストランの数がもうものすごいあってね、さすが全日空の看板ホテルだなって感じですけど、これか。でチェックアウトもしてきたと言いたいところなんですが、実はあのまだ来ておりません。あの後にエレベーターが来たんですけども、ものすごくまずエレベーターが混んでいて、混んでるエレベーターであの過密になって乗りたくなかったんで、まあ、何本か待って空いているエレベーターで降りましたら、チェックアウトもですね、まあまあ行列になってました。いやー結構今日もたくさん人が泊まってたみたいですよ。でね、あの泊まってる人たちなんですけど、もうみんな男女2人組のね、まあ20代から3、40代ぐらいの、人たちが多かったですかね。で荷物もまあなんだ、多分東京のなんかデート帰りみたいな人のかなとか、まあ、 あの旅行で来たみたいな感じの人もいそうでしたけどね、なんか不思議な客層でした。あんまり外国人の人はあんまりっていうか全然いませんでしたけど、でチェックアウト行列があのすごいんで、そこのところで待っててもね、あのちょっとまたそれはそれで建物の中で良くないなと思って、私は建物の外に来ました。
まあ、あの場合によってはね、チェックアウトが遅れてしまうと、あの追加料金が、延長料金がかかるじゃないですか。まあ、基本かかるはずですけど、だから、まあ、一応そのフロントの近くのところにいた人にね、まあ、20分ぐらいチェックアウト遅れてもいいですかって、あ、いいですよって言ってくれたんで、まあ大丈夫ですね、これだったら。あの部屋の掃除の方は、まあ、もう11時チェックアウトですから入ってんじゃないかなと思いますけど。いや、本当に立派な建物、いっぱいね、人が泊まれて、実際人がいっぱい泊まってて、タクシーがね、もう続々来ます。チェックアウトのお客さんを拾うために一生懸命、今このインターコンチネンタルの2階が入り口なんですが、そこまでぐるぐるとこう上がってくる構造です。で、1階もですね、かなり大きなの宴会場などがたくさんあって、まあ、赤坂っていうのはね、永田町とすぐ近くでして、あのもう大昔からですね、国会議員とかそういう人たちがあのたくさん利用していたような街でありまして、で、多分国会議員の人たちのパーティーとかそういうのにも使ってるんじゃないかな、インターコンチネンタル全日空ホテルは。なんか前、あのそれで政治資金の使い方でね、問題になったのもインターコンチネンタルだったと思います。まあ、このホテルの名誉のために言っておくと、別にあのこのホテルがなんかあのしてるってわけではないですけどね、その政治家がどうやってお金使うのがいいか悪いかって話ですから。だから、もういろんなパーティー会場があって、泊まるっていうのだけがこの使い方じゃないんだろうな。まあ、ここでパーティーをして、それでその後ここに泊まって翌朝帰るっていうのが、もしかしたら、主な使い方なのかもしれません。でね、今あのタクシーに乗って帰ってきて、まあ、お昼過ぎぐらいなんですが、あの大事なあのさっきのね、朝ごはんの件なんですけど、あれどうだったかっていうと、ね、やっぱ食べちゃいけなかったみたいなんですよね。あの、まあ、食べちゃいけないってことは、ね、朝食付きで頼んでたんで、まあ、あの朝ごはん食べられるは食べられるんですが、それがですね、あのやっぱ和食ではなくて、ここに書いてあった通りのインターコンチネンタルブレックファストを食べなければいけなかったみたいなんですよね。で、私もね、まあ、よく確認しておけばよかったんですけど、それでチェックアウトの時に、まあ、明細をくれるじゃないですか。で、それでこちらのご料金ですって言われた時にね、やっぱりあの普通に朝食のやつがあのここ3281円ってか、あの課金されてたんで、あ、そうだったのかと思って、まあ一応そこでね、言ったんですよ。すみません、これチェックインの時に朝食付きっていうんでお願いしたんですけど、で、あれで、ルームサービスでいただけるってことで頼んじゃったんですけど、これってインターコンチネンタルブレックファスト以外は対象外だったんですかって聞いたら、あ、いや、そうなん、申し訳ないですけど、そうなんですよねってことで、あ、じゃあなんかこれ昼のレストランとか、たまに朝食を使わない場合に、それをお昼ご飯に使ったりとかできるようなホテルもたまにあるんで、そういうのに使ったりとかできますかって聞いたんですけど、後日使ったりとか、それから、お昼ご飯に使ったりとか、別のもので、この朝食券を使うこと、朝食券なのかな、わかんないですけど、はできないということだったんで、じゃあまあしょうがないと思ってね、お金払って帰ってきたんですけど、まあ帰ってくる途中でね、まあよくよく考えたら、でも私はチェックインの時に記憶違いでなければですけど、インターコンチネンタルブレックファストしか食べられませんみたいなことはね、そういうことはね、全く聞いてなかったと思うんですよ。で、朝ごはんはルームサービスか、もしくは会場で食べてくださいねっていう説明はしてもらったんですけど、で、その後夜に、まあ、何だったらルームサービスを返して、電話するの、ちょっとじゃあ食事終わったんで、お願いできますかって電話した時にも、一応朝食付きで頼んでるんですけど、これは好きなやつ選んでかけとけばいいんですかっていうふうにお聞きしたら、10時、夜の12時までにそこのところに下げといてくれれば、お伺いして明日ご用意できますっていう話だったんで、いや、まあ、多分ね、私そんなに間違えてないと思うんですよね。で、一応まあ確認の電話もしたんで、まあ、だから別になんかインターコンチネンタルに文句言うわけじゃないですけど、ちょっとね、まあ、やっぱりそれでね、まあ、払うべきでないお金を払うっていうのは、まあ、あんまり良くないことだと思うから、ちょっと電話して問い合わせてみようかなと思うんですよね。もうさっきのチェックアウトのところも混んでましたから、改めて電話差し上げるっていうんでもいいでしょう。はい、あともう一点ごめんなさい、お伺いしたいんですけど、朝食付きでお願いしてて、明日の朝もまたお持ちいただければと思うんですが、はい、で、はい、あ、じゃあごめんなさい、それですね、そこに置いてある朝食のメニューに、これにまあ、なんかどれでも好きなのを選んでかけておけばよろしいんでしょうか。はい、はい、かしこまりました。まあ、こんなね、3000円ぐらいのためにわざわざ3万も払うような客がいちいち電話かけてどうするんだって気もするんだけど、まあ一方でね、今後もしかしたら同じようなことが起こるってこともあるかもしれないし、電話番号なんか結構ね、人が少ないみたいでね、なかなか大変みたいですよ。はい、お世話になります。ですね、ちょっと朝食の料金のことで、すいません、ちょっと今更ながら確認させていただければと思いまして。はい、お願いします。実はですね、ちょっと先ほども一旦フロントで問い合わせをさせていただいた内容なんですけど、ちょっと混み合っていたので一旦ちょっと離れてしまった方がいいかなと思って、ごめんなさい、後回しにしまって申し訳なかったんですが、はい、ですね、はい、実は予約の時に、予約というか直接昨日夜伺って、そこで宿泊させていただいたんですけども、その時に朝食付きでお願いしていたんですが、
朝食が下の会場かルームサービスでいただけるということだったので、ルームサービスでですね、夜一旦ちょっとルームサービスの方に電話をして、で何でしたっけ、インターコンチネンタルブレックファストとかなんかいろいろ種類があるじゃないですか。で、それでどれか好きなのを選んでお願いすればいいんですかって言ったら、どうもそれらしいことを教えていただいたんですけども、実際朝食はインターコンチネンタルブレックファストがあれなんですよね、朝食付きの人のものだったっていうことですね。朝教えていただいて、そうらしいですね。で、ごめんなさい、私もですね、そのことは多分伺う機会がどうもなかったんじゃないのかなと思うんですけども、で、そのまま和食の方をですねいただいてしまいまして、で、ごめんなさい、先ほどもしかしてフロントで対応してくださった方ですか？そうですか、ごめんなさい、何度も、はいはい、そうで、もしそれでお話しさせていただけるんだったら、ちょっと一応それだけ言っといた方がいいんじゃないかって話になりまして、そうですね、はい、和食をいただきました。で、それをですね、特にそのチケットの対象が、インターコンチネンタルブレック、コンチネンタルブレックファストだったっていうのをですね、ちょっと私知らずですね、チケットもさっきフロントに伺った時に、はい、あれがチケットだったっていうのは、朝食をいただいた後に知ったんですけども、はい、ごめんなさい、もしよろしければですね、今後の参考にしていただければと思いまして、まあ、別になんか特になんかクレームとか全然そういうんじゃないんですけど、チェックインの時にもですね、まあ、もちろんちょっとお伝えできればと思うんですけど、特に朝食の種類がこれに限定されてるとかそういうお話がなかったのと、それからはい、ルームサービスの時も金額が一応違ったんで、これは選ぶべきものがなんかあるのかなと思って、まあ、一応どれか好きなのを選べばいいんですかというふうにお聞きしたつもりだったんですけど、まあ、ちょっとその時のまあ、あまりよくわからなかったんで、まあ、よろしければ参考にしていただければなと思いまして、とんでもないです。お時間を取りいただいてありがとうございます。はい。いや、またよろしくお願いいたします。いや、助かった。クレジットカードで決済したからね、金額をね、変更して、お金は返してもらえることになりました。いや、よかったよかった。まあ、すごいね、対応も丁寧な感じですし、まあ、どの朝食がね、対象なのかっていうのが、ちょっとよくわからないところがあったんで、多分、イレギュラーな対応なのかな、コロナの期間だからね、まあ、わかんないんですけど、今回はね、私が和食食べちゃいましたけど、本当は、洋食だったんですが、まあ、ちょっと、まあ、勘違いなのか、不安なのか、まあ、なんともちょっと、言えないところですが、こういうふうな感じになりましたが、まあ、ともかく、感じよく速やかにですね、対応していただいて、大変気持ちの良い利用になったということも最後に伝えさせていただければなと思います。まあ、こんな感じでいいかな。すいません、じゃあどうもありがとうございました。またインターコンチネンタルなんかもっとすごい部屋もあるみたいなんでね、全日空のもっと真髄のところ、また見に行く機会をいただければなと思います。ありがとうございました。